いや、最近なんすかね、ポイントの店員さんに聞いたんですけど、うん、ここ付近で、うん、野池で50アップ釣れたらしいですもんね。マジ？ちょっと気になっておったっすもんね。おあ、でもカットだけなかったじゃて、濃いな一応オープンボタンはそれよ若干ね。しかもさ、めっちゃ浅がよ、ボトン見えとんもん。水深30センチぐらいなか。そうっすね。マジで？じゃあガンダコ釣るっと、逆に。でもなんか釣れたなっていう話聞いたっすもんね。セロン。え、何使う？自分スリーザーク使うっすね。あ、フロック使うっすね。フロック？はい、あ、スリーザークね、デプスの、はい、へぇー、ちょっと待って、マジか。じゃあおい、イカでいいや。あ、こっちもポットだらけっすよ。ひどか、ぎっしりやん。これもこれ持ってきて正解やったっすね。おー、なんやこれ、フロックっすね。パッド地獄や。パッド地獄っすね。やばか、このパッド地獄。え、やばい、奥までぎっしりよ、はい、やべえ、うせん。やばいっすね。釣りましょう。オッケー、頑張ろう。頑張りましょう。レッツゴー、レッツゴー。おらー、来たー。ふぅー、水面炸裂。イエーイ、聞け。いや、まさかこのサイズがパッドから出てくって思わんやん。バスです。マジか。出た。ちっちゃかったと思う。イカっすね。イカだけ持ってくれました。お、イカしか持ってきてないんけね。これがイカの魔法よ。イカの魔法。どうぞどうぞ。一回さっき張りかかりしたもんな。あるっちゃんね、フロックには出らんけどワームには出るみたいなやつ。あ、は？フロックに怒られるかな。ボイルした？巻いたっぽくない？あのオーバーハングの下っす。ボイルしたっす。あれ絶対バスやったっす。届くかな？フロックかな？そっちじゃないよ。あ、分かった。巻いたっぽくない？あ、食った。行くね、行くね、行くね。それ持ってきよ。行くね、行くね。うぃー、お、いいサイズじゃん。3パチ。うぃー、バスです、バスです。やったー。やっと取れたね。マジっすよ。いやー、提灯やったろ。はい、提灯やったろ。あ、もう引っかかったけん、あ、いいやと思って。コースは同じやったけん。うん、はい、そしたらもうポンって釣り出してくるかも。スーって言ってたろ。うん、どうした、どうした。